はい、おはようございます。カモンマテリアル、マテリアルの坂上五郎です。マテリアルのあゆみです。カモイの日浦です。よろしくお願いします。はい、この番組は様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を、追求するために発信している番組でございます。はい、はい、今日はですね、はい、6月11日なんですよ。はい、でね、これ今こう麦茶置いてるじゃないですか。これちょっとこの麦茶にちょっとだけエピソードが、麦茶エピソード、収録日の前の日なんですけど、昨日なんですけどね、はいはい、とある天満橋にある、柔術道場にちょっと打ち合わせに行きまして、はい、でピーってチャリンコ止めて、でちょっと喉がいだなと思って、なんかお茶買おうかなと思って自販機近くにあるんで自販機の方に歩いて行ったら、はい、向こうから親子連れ4歳ぐらいの男の子と20代ぐらいのお母さんと2人で歩いてきはって、で俺男の子と目が合ったのね。で目が合って、まあ、この状態やんか、マスクとかもこれやんか、はい、でしかもその時ジャージ黒いジャージとか着てたから、まあ、ちょっといかつめやんか。であかんなと思って、で目でニカってかニカって笑顔作ってちょっとアイス振りまいて、はい、ほんだら男の子がジーって見てて、でそんな見られても困んねんけどとか思いながら、この、自販機でこれを買ったのね、はい、これを買ったのね。でこれ買って、で取り出してふって振り返ったら、まだ男の子が俺をじーっと見てて、で通り過ぎざまね見てて、目が追ってニコって笑ったら、いきなりその子が手つないでたお母さんに向かって、僕麦茶買ったよ、僕も麦茶買ったよっていきなり言い出して、おお、どうしたなんか俺と同じのを買ってるっていうことに、なんかおアピールしてんのかお前みたいな感じになって、でってちょっと苦笑いになって、でこれあんまり関わらんとこうと思って、そのまま階段上がっていったら、その階段結構階段室が長いこと4階までエレベーターないな、そこ階段で上がってきたじゃねえか。で階段で上がってる間、僕は麦茶買ったよ、ねってなんかずっとその階段室の間ずっと響いてるっていうのが昨日ありまして、なんだろうそれ。いや分かれへんねんけど、なんかしないけど、俺をなんか仲間と思ってくれたんかな、なんかね、なんか友達と一緒やったみたいな、なんかすごいなんかアピールしてくれたんですけど、まあ、麦茶って分かるんですよね。でもね、その子もね、麦茶同じやつ、でも同じやつやったよね、多分ね。でも麦茶っていうのがね、麦茶を見てたの、麦茶って言ったの、自分の買ったやつを買うのかなと思って、どうも、なんかそうやったよね、同じや、ね、やった、同じや、買ったそれを買えって念力がすごい伝わったの。いやいやいや、だから俺これ買ったのかいや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 、なんかそういうエピソードが昨日ありまして、なんかほっこりしますね、まあ、とりあえずそれをちょっと言ってみたんですけど、はいはい、ということでですね、はい、すいません、6月11日です。はい、はい、じゃあ6月11日は入梅です。入梅、はい、梅雨入りの時期に設定された雑記の一つであります。はい、入梅は、言い方が梅雨入りって言います。はいはいはい、梅の実が熟して黄色づく頃に雨季に入ることから、はい、梅雨入り、入梅とされております。はい、梅雨に入るね、一つの目安とされております。はい、がまあね、天気予報とかね、うんうん、今は発達しているので、はいはい、梅雨入りしましたよっていう日から30日間ぐらい、約1ヶ月ですね、はい、梅雨入りという期間に入ります。はいはい、まあ、農家の人にとってはね、その時期を知るっていうのは、うん、田植えとかね、そういうのにね、すごく役立って重要な、情報源ですよね。はい、ね、はい、まあ、ね、ということなんですけどね、はい、6月11日で、うん、入梅ということなんですけどね、一応ね、今年の予想では近畿が6月17日ぐらい、あ、明けが、7月14日ということになってるんですけど、はい、追加撮影の日にどっぷりハマってます、はい、そうですねなんか雨で、ね、追加撮影になったのに、そうそう、みんなとりあえずてるてる坊主いっぱいやろうか晴れ恋をみんなでちょっと晴れ恋、はい、しないといかんかなと思ってますけど、皆さん、一緒に乗っといてください。はい、お願いいたします。はい、はいはい、そして、はい、国立銀行創立の日となっております。はいはいはい、1873年明治6年の6月11日に日本銀行第一銀、第一国立銀行、はい、後の第一勧業銀行、現在のみずほ銀行が創立された日となっております。その後の5年間にわたって153もの国立銀行
校が創立されました、うん、はい、はい、ね、あのまあ、これ去年のね、うん、大河ドラマで、はい、青天を衝けっていうね、うん、あの大河ドラマやってましたけども、うん、あの主人公の渋沢栄一が作ったのが第一銀行ですね、うん、で、あの今その第一勧業銀行から、うん、みずほ銀行ね、はい、なってますけれども、うん、まああのだからもうすぐお札になるあの、うん、渋沢栄一が、はいはいはい、そうですよ、もうすぐなるんですけど、はい、そうですよ、はい、の渋沢栄一が作ったのが、まあ、第一銀行になりますんで、まあ、その間にたくさんの銀行も作ったし、そして、たくさんの企業もね、あの立ち上げたっていう、伝説の人でございますけど、はい、はい、そんな日なんですね、そんな日だ、6月11日だった、はい、はい、いうことでございます。はい、以上です。はい、はい、ということで、はい、ここからが、このプレゼンありがなしかで、うん、今週はですね、また私取材行かせていただきました、はい、というか、まあ、行ったというか、まあ、リモートなんですけどね、あ、リモートで、はい、リモートで取材させていただきました、はい、何かというとですね、うん、恋愛準々決勝戦っていうタイトルの映画でして、はい、まあ、50分なんですよ、そんなに長くない、うん、まあ、本人はなんか20分くらいの短編のつもりで書いてたら長くなって50分になったっていうことらしいんですけども、はい、はい、ね、映画美学校っていう学校があるんですよ。映画美学校、あの映画が美しい学校とかで映画美学校っていう学校があって、そこの、まあ、卒業制作で作られた、作品なんですけれども、まあ、3年ぐらい前に実は出来上がってたんかな、なんですけども、まあ、あの編集経てさあっていう時にコロナが来まして、止まってたのが、まあ、今回ようやくですね、はい、完成は3年前にしてたんですけど、コロナでちょっとお披露目がね遅れちゃったんですけど、で18、19の2日間ですかね、はい、シアターセブンの方でやる形になってますので、まあ、その後その作品の監督の、小浜巧監督にですね、ちょっと取材をさせていただきましたので、はい、これをご覧になっていただきたいと思っております。はい、はい、それではこのプレゼンありかなしかスタート。みさもそのうちわかるわよ。私はどうせまだ独身だからわかんないってこと。心配してくれてるの。なんでそうなんだよ。ただあれ以来話し合ってないだろ。はい、それでは恋愛準々決勝戦の監督を務められました小浜巧監督でよろしいですかね。はい、はい、そうです。はい、のインタビューをしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずですね、恋愛準々決勝戦ということなんですけど、はい、どういった内容なのかを簡単にちょっと説明していただいてよろしいでしょうか。はい、まあ、本当に簡単な感じになるんですけど、はい、若い、ご夫婦、若い夫婦と、女性の親友の3人、仲いい3人がいるんですけど、その夫婦のうちの旦那と、その親友が実は浮気していて、でそれを奥さんの方は知らないんですけど、その浮気の最中に事故を起こしてしまって、親友の裏切り者の女性の方が亡くなってしまう。で多分まあ普通の夫婦だとそこでもう、別れたりとかっていう話になるかなと思うんですけど、そこで奥さんの方が旦那を許すっていうか、そこを責めない
という選択をしたことによって自分の本当は多分旦那さんを責めたりとか親友を責めたりとかしたいんですけど、そこをせずに受け入れたっていうことをしてしまうことによって、まあ、なぜかではあるんですけど、まあ無遊病という症状が発症してしまい、そんな中裏切り者の女性と全く同じ顔をした女性が現れて3人の三つどもえの、まあ、戦いではないんですけど、そういう感じになってしまうという、はい、まあ、本当にすみませんざっくりとしたある意味よくある話といえばよくある話なんですよね。ああ、そうです、はい、ね、旦那が奥さんの親友と一番近しい人と浮気してるっていう、まあ、シチュエーション的に言うとそうなんだけど、まあ、事故って亡くなっちゃったあたりからがこうちょっと急展開していって、ああ、そうです、はい、まあ、本質に触れていくというかいう感じなんですけど、これ着想されたのはどういうところから着想されたんですかね。まあ、この映画自体が映画美学校という僕が通ってた学校の修了制作として作ってるんですけど、はいはいはい、その作品を作る過程で僕が最初もともとはあの双子のネタをやりたいというのがありまして、あの同じ顔で別々の意識を持ってるっていう、そういうのを一人の役者さんでちょっと同じ画面とかで表現したいなとかっていうのが最初もともと発想としてはあって、はい、まあ、ただそれはちょっとうまくシナリオ化することができなくて、で僕が悩んでる時にそれだったら、まあ、また双子とは違うんですけど、うん、まあ、同じ顔の人物、また別の意識を持った同じ顔の人物っていうのを、うん、こういう方法でやってみようかなっていうのがスタートでした。まあ、もともとはその別に三角関係を描くために考えたっていうよりは、まあ、同じ顔の人の、まあ、違う意識の人なんだけどっていうところを、ああ、そうですね、はい、まあ、今回のこのシチュエーションを設定したっていうのですね。はい、見てて不思議な感覚になる作品というか、これって夢の世界の話なの、それとも現実の話なのみたいなところを、はい、うまく醸してらっしゃるなってすごい思ったんです。あ、はい、場面転換結構力入れてますよね。ああ、そうですね、はい、はい、そこは意識しました。ね、もともとがあの本当は、20分以内になる作品のはずだったので、あの僕が、はい、見てて思ったのはこれ、はい、短いやつを伸ばしたか、うん、長いやつをカットしたかどっちかやなと思って、あ、はい、見てた、ね、はい、やっぱり短いやつをじゃあ伸ばしたっていう感じですね。あ、そうですね、あのちょっと開口していくうちに、うん、あのちょっとどんどん伸びてしまって、はいはいはい、はい、そうですね、結果的に50分という作品になってて、はいはい、特に監督が今回の演出の中で一番こう気をつけられた点ってあります？はい、うん、そうですね、僕は意識的にやってたのが、はい、あの役者を動かそうっていう動線をちゃんと作って動きながら芝居をしてもらおうっていうのはすごい意識はしてて、はい、そうですね、あの僕がその映画美学校ってところであの、うん、指示してた、講師の萬田邦俊さんっていう方がいるんですけど、はい、やっぱり萬田さんがそういう芝居を動きをつけるのがものすごく上手な方で、うん、やっぱりそういう人から2年間教わってきてて、うん、で僕もちょっとそういう感じの演出っていうのはすごい意識してやってました。なるほど、この作品って一言で言うと旦那がクズっていうか、そうお前が悪いだろっていう、はい、一言で突っ込めばね、はい、そういうことなんですけどね、はい、うん、だからややこしい話になってんねやんっていう話ではあるんだけど、やっぱシナリオ書くときって自分の経験とか、はい、自分の考えとか割ともろに出ちゃうんで、はいあります、あります。もう僕もそうなんですけど、人から言われてこれ絶対どっかで使ったろと後で思ってるとか、ね、ああ、はいはい、そういうのは今回の作品の中には投入されてます？今回はさすがにこんな経験はしてなくてそんなに僕の経験っていうのはそんな反映はしてないです、ね、ああそうか。あとで僕ね見ててすごいあのシーンだけ気になったんですけど、要は事故の前の車の中のシーンあるじゃないですか。ああ、はい。あれね、背景って、はい、あれはひょっとしてプロジェクターかなんかで投影されてるとかですか、じゃなくてほんまに車乗ってますあれ。あ、それ嬉しいですね。あれは止め撮りで、はい、うん、ちゃんと止めてプロジェクターでやってるんですけど。ですよね、あれプロジェクターですよね、はい、あの色ね、はい、バックのところはちょっとバレちゃうんですけど、うん、横一はなんか割とちゃんとできてて、うん、うんうん、あれだからその素材用にわざと車を街中走らせてみたいな。
あ、そうです、はい、やつですよね。で、はい、実際あれなんですよね、ハリウッドとかでも最近、あ、まあ日本でもそうか、最近あのやっぱり道路上に本当に車走らせて、あの、はい、いろいろやると事故の確率があるので、うん、まあまあグリーンバックでやってるのが多かったりとかするんで。そうですね、うん、僕もなんかこの2年ほど録音部でいろいろ映画の現場行かせてもらってるんですけど、はいはいはい、まあ商業の現場でも割と現場にすぐグリーンバック出して止め撮りでっていう、うん、やっぱその方が芝居がつけやすいっていうのもあるし、うんうん、予算も抑えられるんで。そうですね、そうですね。こうタイトルが恋愛準々決勝戦っていうことなんです。この恋愛準々決勝戦っていうところに、はい、どんな思いを込めているというか、どんな意味を持たせてらっしゃるのかっていうのは、まあ、正直言うと、はい、これがあれなんですね。一番最初につけた時は、はい、僕はちょっとあのお酒飲んでまして、はい、あの最初に踊るシーンが、ね、はいはいはい、ありますね、があるんで、踊る映画ってなんだって考え、タイトル考えてる時に出てきたのが、あのフレッド・アステアの恋愛準決勝で、だったらじゃあ準々決勝でいいやぐらいのノリで最初バンってやったんですけど、はい、うん、はいはい、でまあ仮タイトルとして撮影して、撮影までも入ってて、はい、ってなると、まあまあ準々決勝ってことはこの先にもまだ戦いがあるんだっていう、あの含みっていう意味合いとしても、まあいいのかなっていうふうにスタッフ間でも話が出始めて、なんかまあうん大丈夫でいいでしょうっていう、まあ響く俺もすごい良かったんで。そういうことですね。ああ、分かりました、分かりました。了解です。じゃあ、監督の方からメッセージをいただければと思うんですけども。この映画自体、3年前に、僕が監督した、まあ、ちょっと前の映画なんですけど、ちょっとまあ、当時、僕もこれ、ほぼ2本目とか3本目ぐらいの映画で、まだ全然物足りない、うまくいってない部分とかも、まあ、自分で見るとちょっとあるんですけど、まあ、楽しんでいただけるように、まあ、50分という短い映画でもありますので、ちょっと気軽に見に来ていただければと思います。またぜひよろしくお願いいたします。はい、はい、ということで今日は、恋愛準々決勝戦の監督の、小浜拓海さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ということで、インタビューでございました。はい、なんせね、まあ、これ初監督作品ということになってて、そういう取材ってあんまり受け慣れてらっしゃらないんで、どうやって盛り上げようかと思いながらずっと喋ってたんですけど、はい、まあなんとか、いろいろと面白いお話も引き出せたかなと思ってるんですけど、どうでした？見たいなと思います。関西の人ですか？関西の人ではないです。関西の、ですよね。はい、はい、学校は？学校関東ですね。はい、東京ですね。はい、面白そう。うん、そうですね、なんか不思議な感じの、そう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 、予告編がね、またね、まあ実際本編見ても不思議な感じ、うん、でインタビューではちょっと分かりにくかったんですけど、場面転換がすごい凝ってるんですよ、うん、転換が凝ってる、別にエフェクトがすごいとかそんなんじゃなくて、うん、ワンシーケンス終わるとするじゃないですか。でそこで終わって次開けたら、はい、黒身から立ち上がっていったら、うん、全然違う場所の全然違うシーンになってたりとかして、えって思ったら、あそういうことみたいな、そういうつなげ方をしてはって、まあ見てる方としては場面転換ごとにいろいろ考えたりとかせなあかんから、まあまあ引きつけられていくというか、そういう仕組みにはしてはります。はい、これがですね、1週間とか2週間の公開っていうんじゃなくて、18日と19日、イベント上映的な感じですね、になってるので、ぜひ皆さんですね、18日、19日、また時間は出てると思いますけども、はい、そちらの時間でご都合合うならば、行っていただければなと思います。はい、まあ、映画もね、まあ、ご覧になっていただいている本当に若い監督なので、若い人たちがどんどんいろんなものを、ね、作っていくのを応援していきたいなと思いますので、ぜひご覧になっていただければと思うんですが、はい、じゃあどっち行く、最近やってんから言っとこう。そうですね。はい、そろそろじゃあ、そろそろじゃあ、小浜くん。はいはいはい、では行きますね。はい、はい、このプレゼンありかなしか判定。はい、ありがとうございました。はい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 。
めちゃくちゃこう凝ったとかっていうんじゃなくて、どっちかっていうとこう人の心情に寄り添う形の作品だったりとかするので、男女の三角関係の中から見えてくる何が見えてくるかなみたいなのをまあちょっと楽しんでいただければ。それ50分でっていうのがね、そうなんですね、そうなんですね、割と短いいいんですけど、うん、はい、だからサクッと見れるんで、はい、サクッと見に行っていただければと思います。はい、はい、ということでこのプレゼンありかなしかでした。ありがとうございました。はい、はい、では次アイエンビー。はい、マテリアルのお店の情報です。はい、はい、本日、はい、チョイスの日です。はい、はい、前のね回で、はい、なんかグッチョイで、はい、ね、ご紹介した、はい、ニューシネマパラダイスになります、はいはい、これがサードチョイスになりますので、はいはい、セカンドチョイスは風と共に去りぬを前編後編で分けて、はい、3時間あるんでね、なんせ、はいはい、なんせあるので分けてやります、はい、そして12日は後からまたねグッチョイで、はいはい、紹介させていただきます、はいはいはい、そして、はい、金曜シアター金シアが17日金曜日にございます、はい、ぜひぜひこちらお越しください、はい、演劇派カラーズの、はい、フー素顔のままでを、はい、ママにママにを上映します。脚本家やからね、本家やからね、すいません、はい、すいません、はい、すいません、はい、をやります、はい、はい、こちらが料金が1000円と、はい、ドリンクのオーダー制となっております、はい、それでぜひお越しくださいませ、はい、18時オープンで19時から開演となっておりますので、はい、お時間を忘れずに間違えずにお越しください、はい、で18、19が、2日間だけのマテリアル雑貨店オープンいたしますので、はい、ぜひぜひお越しください、はい、10時から18時の間でオープンしておりますので、ぜひぜひ気軽にお越しくださいませ、はいはい、はい、以上ですね、はい、はい、じゃあ行きますよ、今日のグッチョイ、はい、ということで、はい、今日のグッチョイは明日ですね、明日のチョイスな日の内容を、はい、はい、お願いいたします。はい、ファーストチョイスが、はい、アメリです。アメリ来ましたね、はい、2001年の制作映画となっております。はい、はい、そして、はい、セカンドチョイス、はい、イト、おイト、イトです、はい、菅田将暉と、はい、はい、小松菜奈ちゃん、はい、はい、結婚きっかけなんですね。そうなんですよね、はい、だからまた見るのもなんか違う目線で見れるからちょっとウキウキ、あれでも実は前は前は先行って、はい、正解、サードチョイスか、サードチョイスが人間失格、太宰治と3人の女たち、あれ見たかったやつ、俺見られへんかって、小栗旬くん見られへんかって、あれなぁ、そうやね、はい、私も見たいなと思ってて、はいはい、しかもね、皆川美香監督なので、はいはい、もうすごい楽しみです、はい、はい、はい、っていう3本、はい、楽しみます、はい、はい、アメリ、まずアメリ、アメリはね、もう前の、そうそうそう、ね、あ、そっか、そんな前、ものすごい流行ったというか、うん、一部のこう間でものすごくね、はい、カルト的に流行ったというか、うん、だから女の子がアメリカットしてみたりとか、はい、うん、アメリちゃんみたいな格好するみたいな、なんかそういうのをやってた子がいましたよね、はい、うん、もう空想の世界でもね、空想、自分が大好きで空想しながら、うん、ね、なんかコメディタッチのね、映画になるので、はい、私もハマった、予告編の再現 VTR に初めて行かせてもらった、あー再現 V でビバップハイギー、はいはいはい、初めて、ほー、あー初めてやったやつがアメリ、予告編を作った人ね、でこのアメリを買い付けに行く人もやった、なるほどなるほどなるほど、へえ、面白いです、間違えて買ってた、あ、間違ったんや、ホラー映画やと思って間違えて買ってた、あーなるほど、よく分かってなかったやん、中身を、そうです、おうおう、もう無理やと思ったら大ヒットして、なるほど、結果オーライすげえ、そうなの、アメリビルが立ったっていうぐらい、あれどこ、あの配給どこ、配給はどこなんですかね、配給だから買い付けた人があれみたいな、あー、そうなのかな、そうなの、分かんない、配給がすいません、はい、はい、はい、ですね、そういうあの VTR って再現 VTR に出させてもらったっていうのがきっかけっていうのがあったんでね、うん、結構そのきっかけの作品なんですよ、なるほどフランス映画ですよね、フランス、ね、そうですね、フランス映画、うん、はい、ちなみにあのこのアメリの女優さんって、はい、あのアメリしか出てないんかって言ったらそうでもなくて、うん、ダン・ブラウン原作の、うん、
ダヴィンチコード。ああ、ダヴィンチコード。はい、ダヴィンチコードに出てる。出てるんですね。出てる、出てる、出てる。アドレイトゥトゥ。アドレイトゥトゥ。アドレイトゥトゥ。アメリカ。ああ、はいはいはい、そうそうそう。主演の人が。あのね、だからね、ね、あれほら舞台が。あのフランスのルーブル美術館、はいはい、あそうですね、はい、そうダヴィンチ の, あのモナリザのやつとかね、はい、トム・ハンクスが主演でしょ、はいはい、であのその博士なんですよ、あのその美術とかなんかそんな感じ で, でその人があのそのダヴィンチコードを探っていく中で、うん、あの出会う女の人がいるんですけど、でその女の人が実はイエスの血縁者やったっていう、うん、ラストに一応なってるんですよね。それがアメリの女子です。アメリや。でもアメリみたいな格好してるよね。そうですよね。その辺も楽しみたいと思います。はい。はい。あと、はい、糸、やっと糸です、ね。はい。糸ね。はい。はい。糸はね、もうあの歌ですから。そうですよね。歌が原作やからね。中島みゆきさんの、はい、もう曲ですよね。そういう時代がね。縦の糸はあなた、横の糸は私、織りなす糸はもうなんかクロスして寝とけみたいなもうね、あのもうあの好きにしてくださいっていう感じですね、あの菅田将暉と小松菜奈に関しては、なんかほっこりするなと思ってちょっと、ね、うん、楽しもうかなと思います、はい、あの私は一応映画館で見ました。あ、見ました、はい、見ました。はい、感想は言いません。あらま感想は言いません。はい、はい、そして人間失格だぞよ、人間失格、これ見たかったんすよ、見たかったんすよ、見に行けなかったんですよね、はい、宮沢りえさんとね、沢尻エリカさんと二階堂ふみさん、いやだから沢尻エリカ最後のやつやから、ね、あそっか、もう出れないから今、いやだからあれで覚醒剤でもう捕まっちゃった、あそっか、その前にだから多分最後やと思う、これ、あのだから大河に入る前にこれなの、ほんまやったらあのあれやからキリンが来るの、あそうですよね、そう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 、うんうん、あの姫様で出るはずやったのが、うん、あのあれやったから能、うん、姫、能姫か、能、うん、姫で出る 予定やったのが捕まっちゃったんで出れなくなって、でその直前のやつやったの、だスレスレであの上映まで行けたっていう、はいはい、やつですね。宮川美香さん、宮川美香監督、はい、触りだけちょろっと見ただけ、あ触りは見たんや、え触り見て、え何触り見て寝たの、時間がなく、あ時間がなく、失格やと思って、あアマゾンプライムで出てるわ、はい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 、ちょっと見出したけども、うん、後で見ようと思ってそれっきり、なるほど、ということでこの3本を明日、はい、明日です、今日は今日で、今日は今日で ね今日は今日でありますよ、はい、はい、風とさ共に去りぬとね、はい、あのあるんですけれども、はい、はい、明日はこの3つを、はい、やりますので、はい、ぜひ、楽しみに来てください、はい、ことですね、はい、ということで今日は出ちゃう、ということでした。はい、じゃあエンディングでございます。ね、もう時間使いすぎて全然時間ないです。はい。はい。はい。頑張りますよ。はい。という感じなんですけど、まああの僕らも映画を作ったり、まあまあ もちろん見てはいるんですけど、まあ、作ったりしてるんで、でもそのインプットしないといけないんですよね。そうですね、ね、だからやっぱりいいものを見るとあの心が動いて、はい、ね、また次の、アウトプットにつ、ね、ながっていくっていうことになると思うので、どんどんねいいものを、僕らも見たいし、はい、一緒に体験していただきたいなっていうふうに思っているので、また、いい作品を紹介していきたいと思います。また来週ねめっちゃ面白いプレゼンがあります、はい、めちゃめちゃ面白いプレゼンがあります、プレゼン、はい、これはねあの来てくれますから、おゲスト、はい、そしてなんと、はい、映画の紹介もあるんで、はい、グッチョイでインタビューをまた流します、はいはい、という感じになってますので盛りだくさん、来週も盛りだくさん、はい、今週も盛りだくさんっていう感じなんで、はい、来週も楽しみにしておいていただきたいと思います、はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います、どうもありがとうございました。